MRJ 飛行試験の不備前のご案内を開始いたします。それまで今しばらく皆様にご連絡いたします。 MRJ は誘導路を通り滑走路へと走行を開始いたしました。本日 MRJ は南側から北側滑走路に向かって右から左に入り口する予定です。滑走路は右に向かって滑走路を進みました。Today, MRJ will take off from south towards north by facing the runway. 大空へと間もなく羽ばたこうとしています。はい、MRJ は右に向かって滑走路へとゆっくりと動き出しました。動き出しました。時刻は9時半。そうですね、やっぱ転勤できるようになるから。まあこれからが大変です。これからが本当に。
ストをしたからすぐに注文いただけるということだといいんですが、それほどシンプルなビジネスにもございません。ただやはり長年ですね、これまでマリに紙飛行機だったわけですが、それが現実に空を舞ったということは非常に大きなですねインパクト、お客様に対してもこれから説得力のあるセールスにつなげられるというふうに考えておりまして、それこの今回の発注を励みにですね、これからさらに受注活動に注力していきたい、その結果が注文に結びつけばいいというふうに考えております。完成期の難しさ、これは、我々が、頭の中で考えていた飛行機、このイメージを形にして作っていく、そして、型式証明を取っていくということで、全て我々が考え決心して進めていくということでございます。もちろん相談相手というのはございますけれども、最終的には飛行機全体の最適化を考えて自ら判断をして作っていくということがやはり難しいというふうに考えております。意義でございますが、これと同じようなことでございますが、100万点に及ぶ部品、これが全てうまく機能して、それで所要の性能を発揮する、いわゆるインテグレーションですね。こういったことがやはり完成機としての意義でございまして、こういった能力は例えば他の事業に対しましても、全体から部分を見るといったような、そういったことで非常に応用の効く素晴らしい技術といいますか、能力だというふうに考えています。最後になりますが、効率的に飛行試験をやっていくということは、これは一つはその飛行試験をよく言っておりますけれども、1日3回こなすとなりますと、3回飛ばし続けるということは、飛ぶ前、飛んだ後、これがブリーフィング、ディブリーフィングありますので、全部で6回あるんです。これをやりながら、パイロットと相談をしながら飛行試験の計画を決めて、降りてきたらデータを解析して、こういったことが効率的に計画的に回らないと動かないということです。でこのために特に、時間的な制約ですとか天候の状況ですとか、こういったところが良いアメリカのモーゼスレイク、この空港を使いまして、我々の計画、これが実行できるように、準備を進めているというところでございます。